ドラムで、で私がエレキというゴリゴリのバンド編成でやらせてもらいます。まあ、ちょっと正直あと1ヶ月練習期間欲しいくらいなんですけど、まあ、もうちょっとライブ当日っていうことなんで、まあ、今の夜更かしの実力を皆さんに見ていただきたいと思います。ぜひドラムに注目してご覧ください。で、今日は T シャツもね、夜更かし T シャツで、ちなみにこれバンド名決まった日にもう作ろうって言ってすぐ作ったんですけど、ライブできるのが今日で2回目です。普段着でめっちゃ愛用してます。で1曲目がマカロニ鉛筆のブルーベリーナイツという曲をさせていただきます。お願いします。
年の12月ぐらいにもやるのが決まってて、でその話を白浜にある音屋っていうカレー屋さんで話したら、まあ、オーナーさんが楽器詳しい方でお店にもめっちゃギターとか置いてるんですけど、まあ、その時初めてエレキ触らせてもらって、で、まあ、なんか基本的な指の位置とか練習とか教えていただいて、でもめっちゃやる気スイッチ入って、でそこからしばらくは家でずっとギター触ってたんですけど、ちょっと私たち冬メインにキャンプしてまして、まあちょっとキャンプシーズンが到来して、まあ、ちょっとギターサボってたんですね。で今回ちょっとバンドでの初練習がちょうど1ヶ月前に始めたんですけど、このブルーベリーナイツのイントロ の, リードギターのところがもう全然弾けなくって、もう諦めてコードで弾いた方がいいんちゃうかなっていうくらいのレベル で, その初練習終わりにちょっとまあ落ち込みながら喫茶山猫さんへ寄ってお茶してたら、たまたまのメトロロの健太さんがいらっしゃって、あ、今日目に来ていただいてるんですけど、でまあ、いろいろあってちょっとギターのご指導をいただけることになって、で、まあ、もうギターの技術もさることながら教え方もめっちゃ分かりやすくって、で、まあ、またそこでやる気スイッチを入れ直して、でまた教えてもらってから家でこう毎日練習して、で、まあ、なんとかここまでいけるようになりました。ちょっとミスりましたけど、で、あ、お世話さんと健太さん本当に助かりました、ありがとうございました。で次の曲は、王様ランキングっていうアニメの第2クールの主題歌になってるバウンディの裸の勇者っていう曲をさせていただきます。Yeah.
やっぱドラムめっちゃテンション上がりますね。ちょっとトラブルあったみたいですけど。4ヶ月ぐらい前から真面目に練習してくれてます。もう、栗田さんベースに誘ったのがちょうど1年前で、もうあれから1年経つんですね。早いですね。まあかなりベースも痛みついてきてもう栗田さんが練習いつするって声かけてくれんかったら、もう後のメンバーがもう全然いつから練習始めようかなってぐらいのんびり屋さんなんで、栗田さん入ってくれたのが良かったです。だからもう4人で頑張りたいと思います。はい、それでは皆さん、次で最後の曲になります。あ、全然聞こえないですね。ちょっともう一回いきますね。次で最後の曲になります。あ、ありがとうございます。いつもお付き合いありがとうございます。最後はサカナクションの新宝島で締めたいと思います。今日はわざわざ来てくださった皆さんありがとうございました。
ドラム大迫力でしたね。そこだけ。次。次は SP さんです。